やりましたね、これは。ビデオです。ふぅー。イェイ、スタート。はい、みのり、ビデオ撮り1本目。音が低い。いやー、だいぶできるようになったね。だけど、ちょっと外足が遠い。こういうところ、こういうところ、こういうところ、外足が遠い。はい、27mm、カノン。カノン、ビデオ撮り1本目。昨日の優勝、ナイタースラローも優勝者です。シーズン券もゲット。はい、30mm、ピラミッド。はい。まあ、小学生だからこのぐらいの時期にはなっちゃうけど。いいでしょう。27mm、30mm、ピラミッド。はい、カレン、ビデオ撮り1本目。昨日の前走はテロテロです。おい、おおい、まあ行こうという意気込みだけは買いましょう。高い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 。外足。はい、足27いきます。昨日の男子小学生ナイタースラローも優勝者。はい、スタート。あれ、パラパラしないぞ。足元パラパラしないぞ。はい、上半身の安定感はいいです。 27mm、3着からスタート。ちょっと返しが遅い。外足の次の返しが遅い。おお。 30mm、2着のスタート。スピードは、はい、手が下がってるね、はい、手が下がってるから、手が下がって上体がかぶるんで、次のターンに行くのがワンテンポずつ遅れちゃいます。なのでポールに、スピードが出てくるとポールに入れないね。もう少し上体を起こして、頭をいちいち上下させない。 27mm、大沢くん。はい、大沢くん、さっきはストックのリング先を前に出すようなイメージ。お、いいね。そうそう、そう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 、ストックの先を、まだね、出すのが遅れるとこない。ストックの先、リングの先をどんどん交互に出していかないと。右左どんどん出す、どんどん手を出す。いちいち下げない。はい、サップ、ビデオ撮り1本目。これストックつけよう。はい、30mm、4番スタート。どん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 ストックつかないと。いちいち手を下げてる暇はないぞ、サップ。そう、 GS じゃないから、いちいち手を下げてる暇、どんどんストックつくんだよ。はい、ついて、はい、ついて。はい、27mm、レントスタート。はい、レント、ビデオ撮り1本目。お、あれ、ストックの、ストックの先っちょが後ろ向いてるんじゃダメだぞ、レント。ストックの先っちょが後ろはダメだ。ちょっとストック長いな、これレント。お父さん、レントのストックをちょっと短いものに。27mm、ルアスター。ルア、ビデオ撮り1本目。外足の膝を向い、必要以上に内側に、膝支点で内側に倒さない。こっちが特に顕著。こっちのベクトルが違う。膝を、この膝、こっちはいい、この膝、ああいう使い方すると外足のトライはある。エナ、ビデオ撮り1本目。これピント合ってるかな。これ手を下げるな、いちいち。エナもかかと、特に、膝、うん、やっぱりね、こっち、膝を送り出すような、あ、じゃない、かかとを送り出すような、ほんとな、ビデオ撮り1本目。ほら、スラロームだぞ。もっと、もう少し手を上げないと。もう少しストックを上げないと。ほら、いつも言ってる通り、ストックの先を出すんだよって。ちょっと思い出してきた。ちょっと思い出したかな、やることを。最初からやろう。 27mm、 エマスタート。ちゃん、ビデオ撮り1本目。お、頑張ってストックを出してるね。そう、お、いいぞ、いいぞ。
いいぞ。はい、横を向かないよ。頑張って、こっち。ビデオカメラの方はずっと絶景が見えるように。頑張って。このぐらいになるといいぞ。早く、早く着く。早く着く。早く着く。はい、27ミリ、夏にスタート。なっちゃう。ビデオゲリ1本目。なっちゃんもストックの先っちょが出てきません。ずーっと手が下がりっぱなしです。それでは低いんです。手を万歳する意味じゃなくて、リングストックの先っちょが、そう、こう、今よかった。ほら、もっと先っちょ出せ。いちいち下げない、手を。30ミリクローバースタート。はい、本田さん、いいですよ、いいですよ、いいですよ。ちょっと、うん、横方向にちょっと押してるから、はい、でもいいです、かなり。ゆう、ビデオ撮り1本目。頭から入る癖、スラロームではやはり一緒です、ね、これ逆に言うと、ほら、頭がずっとポールとポールの間にずっとあるんだよね。ほらね、ポール、頭がポールの外側に出ません。ということは、フォールライン方向に行けないってこと。うめ。これ。手を前に出せ。頑張って前に出せ、手を。ちゃんと取ってるか、これは。うん、もう取ってるね。はい。足を、両方踏ん張るんじゃないぞ、梅ちゃん。ここは左足を踏ん張る。次、右足をギュッと踏ん張る。はい、次は左。次、右。交互に踏ん張る。交互に。30ミリ、マナエスタート。はい、ツッキースタート。ツッキー、手が、あ、思い出した。手を前に出すの、今思い出した。ほれ、あ、今思い出した。ほれ、ストック、手を前に出せ。お、違うとこ行っちゃったんじゃねえか。はい、27ミリ、リホスタート。おー、どこ行っちゃった、どこ行っちゃった。おー、こっちじゃねえぞ。はい、30ミリ、よさリホ。これはあ、そういうことね。はい。まあいいでしょう。手を出すっていう意味ではいいでしょう。手を出して一生懸命やってるのはいいけど、はい、27ミリ打ちました。足元だよ。足元もっとしっかりエッジング、しっかり板踏み込む。はい。牛島。はい、30ミリコースケースタート。構えを牛島キープしているのはいいでしょうね。手を下げたり引いたりしないっていう意味ではいいと思います。危ねえ。はい、後ろになっちゃうんだね。板は踏み込むと前に進むから、そのままだとお尻が下がっちゃいます。はい、有口さん、ビデオで1本目。はい、30ミリ、石破さんスタート。はい、うん、なかなかそのいいですね。この次に踏み込んでこうっていう、膝を返そうっていう意識が見えますね。もうこれだけ滑れれば多分逆手できるね。狂った木さんか。はい、30ミリ、黒崎さん、昨日言った通り、足の裏をですね、半分に分けて、親指側をギュッ、ここでギュッとしたの、ギュッ、はい、でも、いいですよ、大脚が治ってきて、ほら、外足が踏ん張れるようになってきた。松井さん、昨日のナイタースラロームからの、スラロームです。
はい、手をあんまり頑張って手を出すとそのままグリッてローテーションしちゃうので、外足を踏み込む方を優先、もしくはタイミングをワンテンポ。横山さん、奥さん、はい、あ、いいですね、いいですよ、リズムがいいですよ、このストックワークのリズムが素晴らしい。はい、この辺から同じリズムでいきましょう。ストック出すリズムがちょっと遅くなってきました。はい、そう、お、いいですよ、お、いいですよ。はい、27名、梅田さんスタート。梅田さん、嵐からさ、嵐もう一回取ってあげて、飛んでたから。はい、30名で嵐スタート。うん、でもあの外手のこの右手のスタートはだいぶ後ろに引けなくなったんでいいと思います。午後はちょっと強制するためにマシーン使いましょう。この手のばらつきを強制しましょう。取ったっけな、取ってねえか。よいしょ、もう27になっちゃうもんね。怪しいなぁ。よかった、ちょっと後ろだぞ、これじゃあ。ちょっと後ろだぞ。青い。一本目。ああ。ももが起きなくなってきた。これだとこねくり回すだけになっちゃう。まさたか。一本目。このこっちはいいんだ、こっち外側、こっち外側のこの左肘をなんとかしなきゃダメかな。これだね、そうするともう左外側全部内藤の構えになっちゃう。はい、カリンスタート。カリン 27mm 1本目。あれ、これでカリンで終わりって言った。はい、はい、これこれストック出せ。横を向かない。下げちゃダメなの。皆さんできるだけ次からでもいいので、で、先頭は手を下げないので、無線入れ